こんにちは。大抵の人はサプライズやプレゼントが大好きです。そして人生にもやはり予想外の贈り物があり、中にはどうやって乗り切ればよいのかわからないようなものもあります。ニック・ウェイクさんは森のそばの家でシェパード犬のテリーと一緒に暮らしていました。彼はしばしばテリーと一緒に自然の中を散歩しますが、時にはテリーだけを離して思いっきり走らせてやることもあります。ニックさんが待っていると、満足したテリーが森からニックさんの方に走ってくるのが見えました。それは小さなほとんど生まれたての子犬のようでした。ニックさんは考えました。テリーが連れてきたのだから、これは犬であることは間違いありません。ただこの小ささではどの犬種なのかはさっぱり見当もつきませんでした。しかしテリーは嬉しそうに期待に満ちた目でニックさんを見つめています。愛するペットの期待を裏切るわけにはいきません。ニックさんは自分が世話をする以外に選択肢はないと悟りました。子犬はラッセルと名付けられました。最初ニックさんはピペットでミルクを飲ませました。不安ではありましたが、テリーが子育てを手伝ってくれたので少し心強く感じました。子育ては順調に進みました。しかし子犬を育て始めて2ヶ月ほどが経つと、これは犬でないことが明らかになってきました。実はニックさんは少し前から薄々感じてはいました。ついにドアの枠を伝ってスイスイとキャビネットの上まで登った時、ニックさんはラッセルが犬ではないことを確信しました。しかしラッセルが家中をぐちゃぐちゃにして回らないように、ニックさんは忍耐強くいくつかの命令を聞くようにしつけようと努力しました。一方で事の成り行きを面白くも感じたニックさんは、ラッセルは何の動物なのか種類と正しい飼い方を調べたいと思いました。彼はラッセルをキャリアに入れ獣医の元に連れて行きました。獣医はラッセルを見て、そしてニックさんが育てることになった経緯を聞いて笑いました。彼はテリーが連れてきたのは犬の子供ではなく野生の黒天の赤ちゃんだと話しました。しかしなぜテリーが天の赤ちゃんを連れてきたのかは不明です。一般的に黒天を飼いならすことは可能ですが、とても活発な動物で走り回るのが大好きなので飼育は簡単ではありません。獣医はニックさんにラッセルを売ってはどうかと勧めました。動物病院を後にしたニックさんは獣医の言葉を思い返し考え込みました。しかし家に着くと彼の迷いは跡形もなく消えていました。ラッセルをキャリーから出すとテリーは嬉しそうに吠え、ラッセルとテリーは楽しそうに遊び始めたのです。幸せそうな2匹の姿を見てニックさんはこの2匹を引き離してはいけないと決心しました。ラッセルは日に日に美しく成長しています。育った家にすっかり慣れていて、テリーとニックさんにもよく懐いています。自分を育ててくれた家族が大好きなようです。さらにニックさんは黒点の性質を理解した上で、できるだけラッセルがストレスのない生活を送れるように工夫しています。散歩中ラッセルはいつも木に登りますが、もし高く登りすぎるとテリーは吠えて降りてくるように注意します。犬のテリー、黒点のラッセル、そして人間のニックさんの家族は今も一緒に暮らしています。この先何が起こるのかは分かりませんが、今のところ彼らはとても幸せです。さて皆さん、今回はここまでです。このビデオが気に入ったらいいねを押してください。またぜひコメントにご感想をお書きください。ではまた次回お会いしましょう。